2月13日文化経済フォーラム滋賀発足10周年を記念した講演会が滋賀県立芸術劇場琵琶湖ホールで開催されました。記念講演をされたのは東京大学名誉教授の養老孟司さん。テレビ滋賀プラスワン、今回は講演後に行われた三日月滋賀県知事と養老孟司さんの特別対談をお送りします。おはようございます。おはようございます。テレビ滋賀プラスワン中倉真理子です。桂光雀です。よろしくお願いします。お願いします。光雀さん、お久しぶりですね。お久しぶりです ね、 ね、本当にね、スタジオに帰ってきました。皆さんお元気でしたか。お元気してらっしゃいましたか。はい、ま、あの今年の冬はね、すごく寒さが厳しかったと思いますが、はいはい、ま、ようやく春めいた日も多くなってきて ね、 ね、暖かさを感じるようになってまいりました。はい、ちょっとお出かけしたいなと思いますけど、自粛しながらという感じでしょうかね。さて今回は養老孟司さんと三日月滋賀県知事の特別対談をお送りします。ね、気になりますよね、どんなお話になっていたのか。はい、では改めてプロフィールをご紹介しましょう。養老孟司さんは1937年鎌倉生まれ、東京大学医学部を卒業された解剖学医です。解剖学者です。心の問題や社会現象をテーマに多くの著書を執筆され、代表作バカの壁は2003年のベストセラー第1位、また新語・流行語大賞なども受賞されています。ねえ、バカの壁持っております。私、あ、そうですか、読まれましたか。はい、僕はあの壁にぶち当たったバカとよく言われてたあの、あえて読まんでもええやろ思って読んでないですけどバカの壁もね、読んでいただきたいと思いますが、はい、また大の虫好きとしても知られていまして。あ、そうですか。はい、昆虫採集、標本作成を今も続けておられます。はい、そんな、ね、うん、対談をね、あの時々あのテレビとかでやってあるのを見させてもらうことは多かったんで、面白い話しあるなと思ってました。はい、では早速お届けしましょう。はい、養老さんとの知事との対談は滋賀県で発見された新種のゾウムシのお話からスタートいたしました。このゾウムシなんてどれぐらいでしたっけ。そのここら辺で今名前つけようと思ったのは5ミリぐらいですね。5ミリ、はい、見てゾウムシって分かるんですか。分かります。あ、慣れてくれば何の仲間か分かります。あ、オスメスも大体分かる。オスメスも分かる。はい、でも先生、あの滋賀と京都の間でゾウムシの新種を、はい、発見されたって。一番今悩んでるというか不思議に思ってるのは、はい、そのいるのが大体平山、蓬莱山ですね。はい、それから宇長岳から京都の大越っていうんでしょうか、はい、あの辺に差し渡し10キロぐらいの範囲中だけなんですよ。その中だけで生きる。はい、どうして その部分が特徴がそういうものが残ってるのかっていうのがわからない。よくあの虫の場合だと地質とかですね、はい、そういうことと関わってるんですけど、はい、そういう関わりがまだ見つからないんですよ、ヒントが。滋賀県はちょうど暖かい地域と寒い地域が混じり合う。そうですね、ちょうど間なんで、例えば鳥もそうですし植生もそうなんですけど、ちょうどそういったところのなんて言うんでしょう、間なので、そういう虫なんかも、はい、特に滋賀県のそこ琵琶湖博物館がありますね。はい、そこの方を調べておられる。滋賀はあの複雑ですね。あ、この南は紀伊半島とつながってます、はい、うん、東と西は全く別です。東は中部地方で、うん、はい、西は何て言ってるか分かんないんですけど、その京都の東側となんか一つのブロックになるんでしょうか。うん、面白いですね。それでここの平さんもちょっとそうですね、なんかヒントがないかと思ってますね。地質学的な変化がね、地元の方はあんまり気になさないでしょうけど、この東側、琵琶湖の東側と西側は昆虫は全く違ってきたんですね。昆虫も違うんですか。うん、違うどこじゃなくて比べもしないっていう決まってるだろうっていう、こっちとこっちで違うのは。あ、そういう観点で見たことないな。ちょっとまた調べてみよう。
それで私も気になるので、はい、その乳峠のあたり牛取り行きましたよ。あ、西と東はどういうふうにこう入り組んでるかっていう。滋賀ではそういう虫もいろんな生き物の命を大事にする慈しめるようなそういう場所にしたいなと思う、うん、本当に日本の象徴みたいなところですからね。日本の自然はこのくらい複雑だっていうことを非常によく示してる場所ですね。うん、大事にしますので。テレビじゃないけど 一口で言ってくださいってできない。あ、滋賀の自然をね、はい、で仕方がないから多様性っていう言葉で一口にする一つにするんですけど、あ、多様性って言葉はその裏に実は感覚的な非常にたくさんのことが入ってるわけで、うん、それを知ってる人と知ってない人では多様性という言葉の重みが全く違っちゃう。へえ、象牛のことを調べに滋賀県来てはったんですね。そうなんです ねお好きな虫の話からのスタートになりましたけど、はい、滋賀県では東と西でもういる虫がもう全然違うんだっていうお話も知りませんでした ねそう、うん、面白いな。で滋賀県の自然の複雑さやまた多様性のお話にまで広がっていくとは思ってはなかったんですけども、はい、いろいろ考えはね。で琵琶湖を中心に人も生き物も暮らしている、まあ、豊かな自然に恵まれた滋賀県ですけれども、うん、そんな滋賀県に養老さんも惹かれておられることがすごく伝わってきましたよ ね。また知事も生き物の命を慈しめる滋賀県を作り守っていくということをおっしゃっていました。まさにこのことが滋賀の魅力であると再認識しましたね。はい、さあ続いては豊かな自然が子どもたちの成長に重要であるというお話で盛り上がりました。うん、コロナで不要不急なんて言われて先生にもいろいろコメントを求められることもあったじゃないですか。いや僕最初に言い換えたのは僕なんか不要不急ですからそもそもいやいやいてもいなくてもいいってこれから何かするってわけじゃないし、存在自体が不要不急です。いやでも今日養老先生が来られるからっていうことでこれまでにない人が来てくださってですね、やっぱりどう考えたらいいのかっていうのを求めてらっしゃる方が多いのかなと思って、はい、でも最後先生が自分で考えてくださいっておっしゃったんで、うん、みんななんかそれはそうですよ。あんまり慣れてないですね日本の人はね。そうでしょうね。自分たちで決めてっていうのは、学校の教育はそうなってませんから。あ、でも学校でみんなが一堂に会して一様に学ぶということだけじゃない選択肢もこれが今多分大きな問題だと思ってます。でそれを強制しちゃったんで、はい、義務教育で、はい、もうちょっとばらけないかなと思うんですけど。滋賀県なんか非常に環境はいいんじゃないですかね。そうですね、子どもたちもいろんな遊び方ができる、はい、なんで一律に学校行かなきゃいけないのか分かんない。そうなんですよ。都会の近郊ではかなり不適応が起こっていると思いますね。あ、いわゆる不登校、はい、教育委員会もよく分かってて非常に緩く解釈してですね、どこでもいいからまともなところへちゃんと行ってる、毎日きちんと生活していれば学校へ来たことにしてあげるっていう融通は聞いてるみたいですけど、それを日本型でやればいいんですよね。そうでしょうね、はい、小学校はいくつかのそういう預け先を持ってればいいよ。滋賀県でも小学校入るまでですけど森の幼稚園なんか、はい、広がってきてですね、はい、そういう園舎の中じゃないところで学ぶ、はい、遊ぶ、やっぱ遊びからの学びが私はかなり極端だと思いますけど、小学校は全部そうしちゃってもいいんじゃないかと、はい、あで教育で非常に重要なのは中学段階だっていうことは一昨年の荒井紀子さんのデータでもよく分かる。あ、読解力でね、はい、いやそれを荒井さんは読解力っていう形で示してますけど、はい、あれもうちょっと広く取った方がいいと私は思ってます。つまり何が中学校で決まってくるか、あれは読解力というよりもいろんなことに対するモチベーションとか倫理観とか、はい、そういうものがあそこで決まってくる。
そこで人間になるんですね。つまり代数でよく例にとるんですけど、中学で代数が入ってきます、はい、これがすんなり分かること引っかかっちゃうこといるんです、はいはいはい、で引っかかっちゃう子は例えば 2x=6 だと x=3 っていうのが気に入らないんですよ特に方程式を解いて a=b になったりするともう許せない。違うじゃないか。そうです。 a と b は違う字でしょ。それをイコールにするとどういうことだって。これは一種の倫理観ですね。美的感覚ですから日本的に言うと、はいはいはい、日本人の倫理っていうのは大体美的感覚ですね。うーん、江戸っ子のあれで言うとそんな汚いことはできねえっていう。A コロビが気に入らないっていうのはだからその手の感覚ですね。いや、そういう意味でこれからはその感覚でものを見たり、はい、見たものを大事にするような社会とか大事になってくるんでしょうね、はい、うん、そこで非常に気になってくるのがそのいわゆる自然っていうんですけど、ちゃんとした自然というのはどの程度あるんだろうっていう。あ、森の幼稚園がそうですけど子供たちが育つ、うん、そういうふうな状況がね、まだ我々も分からないんですよ。私の知り合いで30日間キャンプってやってるんです、はい、子供たち預かって山の中で、もう本当に山の中っていうか雑木林の中ですね。それこそ何にもないんですよ。トイレは外だし、うん、水飲み行くのも階段を何十段か上がんなきゃいけないようなところで、そこに一月放り込んで、うん、一日中体動かしてますから、あ、夜 日暮れになったらもうくたびれて全員でバタッと寝るあ、で子供を子供らしく動かしてないから教室に入れて静かにしてろっていうのは本性に反するんですね、子供の。それ誰でも分かると思うんですけど、何よりみんなと同じようにしろっていうことを強制しすぎるっていうことの弊害ですよね、うん、でそういう意味で小学校はできれば山の中で走り回らしておくっていう。あ、トイレは水洗だし部屋は冷暖房完備だし。そうですよね。これじゃ子どものためにはならないなと。うん、滋賀県なんかは環境的には子育てには向いてるとこじゃないですか。おかげさまで。ですよね、はい、自然はまだまだ残ってますし、はい、ほどほど都会ですので。そうですね、はい、そういう環境は大事にしたいんです。さっきおっしゃったようにいろんな体験、はい、自然の中での体験っていうのを大事にしてて、ただその子どもたちの親の世代ももうそういう、そうですね、最初から文明化された時代生きてますので、まあ私たちもそうなのかもしれませんけど、もう少しそういうリアルな体験というのを。いや、一日平らな地面しか歩いたことないっていう人が非常に多いから。ああ、平らな地面しか歩いたことない確かにそうですね。デコボコ道って、そうなんです。生まれた頃から、うん、まあ、かろうじて僕らの頃はまだありましたけどね、うん、すごいね、ゾウムシからいきなり教育論に、はい、もう興味深い。頭の中どないなってんやろな。お話が続きましたが、はい、いや、僕こんな言うとあれですけど、はい、養老さんに聞きたいのはね、いや、僕小学校の時滋賀県の田舎でずっともう外で遊んでたんですよ、はい、ただ今褒められたような大人じゃないんですよ。いやこういう存在はどう捉えてあるんですかねって聞きたいけど。いや、でも高尺さん本当にのびのびともう育ってきた、その自然環境の中で。そうそう、だ、未だにのびのびしてんの。うん、それはいいところなんじゃないですか。どうなんやろね。養老さんも滋賀県は子育てにはいいというふうに、環境がいいっていうふうにね、お墨付きいただきましたし、はい、ね、だからやっぱり自然の中で子どもたちがその開放的に体験したり学んだりすることには心身にすごくいいんだなっていうのが分かりますよね、はい、でこの番組でもご紹介した山で元気になる滋賀自然保育認定制度に通ずるものがあって、滋賀県が取り組んでいることがとても重要で意味があることなんだなというふうに感じましたね。いことしてると思います、はいはい、さあ、まあ大人もね、子どもも自分らしく生きられる社会になってほしいなと思いますが、うん、ただ人生100年時代とともに超少子高齢社会の現代ですから、避けては通れないことがあります。死です。最後のお話は死生観についてです。
あと先生、あの滋賀県でですね、死生懇話会というのを立ち上げて、ああその死を直視することで生きてることを考えようじゃないかっていうのをやり始めたんです。あんまり行政であのそういうことを言うことないんで。そうですね、このコロナの時代になんで死なんて言うんだとか、あとは、望まない死と直面した悲しい人もいる中で、死ってやっぱり言うべきじゃないんじゃないかとかいう方もいらっしゃるんですけど、亡くなった人、僕らは僕は会話やってましたから、はい、とにかく死んだ人が転がっていると異常ですからね、うん、人がこれだけいるんだから死んだ人がいたって別に何の不思議もないと思うんだけど、それが即座に異常になってしまうって、なんか意味避け、うん、嫌われるようなそういうテーマになっちゃってますよね。うん、それと自然がなくなっていくのは並行してるんですね。あ、人間の自然ですから今言った。そうですね、排泄物とか死体とかね、生老病死で、生まれるとこも綺麗に病院に入っちゃいましたね。そうですね、で死ぬとこも入っちゃった。あ、まあでも死の捉え方も一人称二人称三人称で随分そうですね変わってくる、まあ、社会的なもんですから。そうですね、戦争中は僕ら多少知ってますから。あ、全然違いますよね。そうですよね、美化するのも良くないけれども、まあ誰でも死ぬってだけのことですよ。いや、おっしゃる通りでそうだと思います。誰でも死ぬんですけど、でも何か死ぬことっていうのを考えたくない、考える場からちょっと遠ざけちゃってるっていうのを、うん、まあ当たり前、ある意味で当たり前にしないといけないんですけど、当たり前にしてそこから何かこうちょっと見えるものを見るようにしたいなと思うんです。今日先生からいただいたいろんなあのご示唆をあの大事に生きていきます。いや、でも今日は本当ありがとうございました先生。いえいえ、うーん、難しいな。まあ、人間誰しも最後は死を迎える、はい、人間も自然の一部だから当たり前という養老さんの言葉が印象的でありましたね。印象的やけどピンとけへんな俺は。うん、やっぱり分からへんもん、その先がねどないなるかいうのが、はい、やっぱりちょっと恐怖もあるし。そうですね、またあの昔と違って今はあの病院で死を迎えることも多くて、はい、死に直面する機会が減って遠ざかっているっていうのはありますけども、うん、それはありますね、まあ、でもこの死を考えることが生きることを考えることにもつながっていきますよね。分からん、俺の頭では分からんわ。とにかく楽しく生きるいうことしかね、俺は考えてないから。コウジャクさんのモットーでありますからね。何とも言えないけど、まあ、死も見つめなければいけないものなんやろうね。自然の流れでやると。はい。さあ、コウジャクさん、テレビ滋賀プラスワン、ね、今年度の放送は今日が最後となります。あ、そうですか。あっという間でしたね。あっという間やったわ。何したんやろ今年みたいな感じで終わっちゃいますね。まあ、県民の皆さんにより良い情報を、ね、お届けしようということで、はい、まあ、私たちもいろいろ考えさせられ勉強させてもらいました。はい、一年ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ね、またしばらくまたちょっと困らなあかんかもしれませんけど、はい、頑張ってまいりましょう。それでは皆さん、さようなら。またお会いしましょう。